すぐに身につけてください。国際水切り大会スタートをいたします。まず予選はい、すげえ、すげえな。男性の方は全部 B 会場で、これ欲しい、これ A 会場、僕たち A 会場、男性の方だけ、俺のと交換して、A 会場はチャンピオンシップの方、いやだ、いや、男性の部113の方は23でした。男性の部113の方は23でした。チャンピオンシップの部109番、相馬さん109番、記録は43、記録は43です。同じく、名前、相馬さん、どうぞ。呼び出します、呼び出します。114の方は22でした。水切りの YouTube を多分見てた。YouTube 見てたら、まあ、大会がある。こんな感じ。何かスポーツとかされてるんですよね。パラフライダー。関係ないですね、全然関係ない。いやいや、でも本当に。2人1組のトーナメントです。対戦していただきます。で、1投ずつ投げ、それぞれが1回投げるごとに3人の審判が勝敗を判定します。その判定基準は、石が水面を飛び跳ねる回数に加え、石の飛ぶスピード、それから飛んでいく形の飛型ですね、美しさ、そういったものを加味して総合的に、勝敗を判断します。で、そうちょっとタスキつけてませんが、勝ってると思う方のタスキの色の旗を持ちます。1の対戦です。さあ、これまたリズム音が出てきましたね。はい、さあ、方いらっしゃいませんか。なかなか先行としていいよろしいですか。さあ、これはこれでまたトントントンできましたが、はい、なさらないようなので119番とかどうか、221番、221番、強めていきますね。判定をどうぞ。青、3名、はい、先行でいきます。それでは、はい、それでは、お互いの検討を進めていただきましょう。回転がいいですね。赤、赤、まずは赤、74番の僕が1勝です。はい、じゃあ第2投目。ああ、もう、ご案内いたします。当日受付、当日受付は現在も行われています。予選の方は、でもここからきれいに伸ばしていますね。いい感じです。10歳以下のお子さんになります。10歳以下のお子様です10歳以下のお子様、はい、そうですか。そして一番ですね、水色に黄色の文字で、書かれている T シャツを着ている、ちょっと髪の毛のふわふわの方がね、下手にいますのでね、ふわふわの方が手振っていただいてよろしいでしょうか。手振ってください。しゅうちゃん手振ってるんですけどね。はい、しゅうちゃん、そうです、そこまでです。そして赤の T シャツの方もね、いますけど、はい、ここから向こうですよ。そうそう、ということになってます。29番のゼッケンつけてらっしゃる方ですね